料理家の栗原はるみさん。多忙な日々を送る中、家族のために毎日欠かさずキッチンに立ってきました。夫や子供たちに喜ばれてきた得意料理の数々、中でも繰り返し食卓に上ってきたのは、どの家庭でもおなじみの定番料理です。もっとこうしたら美味しくなるっていうヒントがもし見てる方にあればね、それまた嬉しいよね。丁寧に作ること、それから美味しく作ろうという気持ち、美味しく作ってみたいという気持ちがあれば誰でも美味しくできます。栗原はるみの定番ご飯、いつもの食卓がワンランクアップします。もうすぐ春ですねってね。ということで3月になりました。ね、暖かくなってきて嬉しいです ね、まあ、視聴者の皆さんびっくりしてると思いますけど、はい、春の気分になったんじゃないですか。そうですね、もう3月ということで、はい、で今日はですね、豪華に見えるんですけど、本当に簡単なお料理です。豪華に見える簡単な料 理、はい、なんだろう、ね、早速じゃあ、はい、やりましょう。いきますか。はい、いきます。はい、今回はお祝い事の多いこの時期に嬉しい、とっても簡単なごちそうを2品。まずはなんと電子レンジでできる五目おこわ。具沢山で見た目も華やか、味も本格派ですよ。今日はですね、電子レンジで作る五目おこわなんです、うん、電子レンジ。しかもそうなんですよ、おこわって、うん、普通蒸し器で作るんですけど、はい、それがね、すごく簡単にできるんですよ。電子レンジで、はい、多分初めての人がもう喜んでいただけると思います。驚くんでしょうね、はい、じゃあ参りましょうか。とりあえず今日はですね、うん、ホタテの缶詰を使います、はい、でこの汁も出汁として使います、ね、あ、そうそう、でこれを細かくほぐしていただいていいでしょうか、はい、ほぐすんですね。手でこうほぐす、こうやっちゃって、はい、あとです、細かく、でここに戻していただいて、ここに戻していただいてよろしいでしょうか、はい、そうです、そうです、あ、これを全部出しておいてですね、そうですね。じゃあそれいいでしょうか。効率悪いですね。いやそんなことない。アンドレア、アンドレア。ざっとやっていただければ、はいはい、いいですよ。結構崩れるもんですね、うん、これね、簡単にね、綺麗に。もうこの缶詰が案外、ホタテの缶詰は便利で、シュウマイに入れたりとか餃子に入れたりとかすると、味出しに、あと炊き込みご飯とか使えますね、よく。結構いろいろできちゃうんですね。はい、でしょうか。はい、これ結構です、はいはい、そしたら、うん、しめじを、しめじ、ここをじゃあ半分にしましょうか、うん、半分ずつにしましょうか、うん、でこれをここを落としますね、ここ、はい、でここにほぐしておきましょうか。ほぐしちゃって、ほぐします。しめじもいいですね。いいでしょう、うん、はい、はい、で最初にこれとこれを使います。で最初にこれは2回目で、2回レンジをかけるので、でこれを今から切ります、はい、でこれを半分に切って、じゃこちらと、まあ、適当にこれこういうふうに切ります。こういうふうに、これ何でもいいんですよ、切り方は。こんな感じ？はい、いいです、シンプルに。はい、いいです。お、はい、タケノコ、タケノコ、これはちょっと華やいで見えるように、うんうん、色をちょっとね、はい、で輪切りにしてみようかと思います。おで丸こう可愛いから、可愛い感じ、うん、え、何可愛い感じってことですか。輪切り、こういうこと、まあ可愛いね、かわいいじゃないですか。全部輪切りにしていただいて、かわいいですね。でこれはもう一緒にしちゃいましょう、一緒に入れるのでね。そうです、そうです、こんな感じで、はい、かわいいですか。もうね、非常に本当にあっという間にできますから、うん、で次は油揚げなんですけど、油揚げは一回熱湯に入れて油抜きしてあります、うん、はい、でこれで、これを細かく切っていきますね。で
千切りしました、うんうんうん、はい、はい、こんな感じです。もうこれで終わったようなもの、もう切れちゃったから全部これで OK。 はい、あ、そうね、うん、もう早い、はい、早いでしょ、早いでしょ、これで、これはもち米です。で、洗って、うん、20分ぐらい浸水してあります。お水につけて水切りしたものです、うん、で、ここに大きい耐熱容器です、はい、耐熱容器、これが入るんだ。そう、で、お米入れます、うんうんうん、でこれなんとなく平らにして、で、ここに、うん、フレークして、はい、うん、ここではまだ混ぜません。で、しめじ入れます。で、とりあえずホタテとしめじで1回目で出汁を出します。もう香りしてますよ、はい、あ、これ出汁取るんだ。で、ここに、うん、実はホタテの缶詰の汁、汁、はい、で、これが出汁汁、出汁汁、はい、で、薄口醤油、うん、みりん、うん、お酒、うん、お塩、うん、お、で、もうこれ全部数字は出してあります。はい、これで間違いないです。で、まずホタテの汁をここのに入れます、はい、そしたら、うん、200cc のところまでこれを足して入れてください。これ 200cc 以上あります。じゃあ200に合わせればいい。はい、合わせてください。お、はい、いいでしょうか。さあ200、はい、200cc になりました、うん、足してね。で、ここに薄口醤油、まあ、結果的にはだから200に足していくわけですよね、ちょっと多いよね。で、お酒も入ります。で、ここでお塩が入ります。お塩、はい、お、で、これをよく混ぜます。はい、はい、はい、いいでしょうか。そしたらここにかけます。お、いいでしょうか。うん、はい、いいでしょうか。はい、はい、で、ラップをかけます、うん、ラップ、はい、をかけます。これぴったり、はい、いや、ふわーっとしますね。8分かけるので、まあ、だいたい600ワットで8分から9分ぐらいな感じですかね。機種、うん、にもよっても、うん、ほら、会社で電子レンジちょっと違うので、違うもんね、500ワットもあれば。その辺はちょっとやっていただいて、はい、はい、いいでしょうか、うん、で、押します。8分、以上、はい、以上やって、今回この子たちが、あ、もう一回やったら終わります。もう一回やる、うん、で、出来上がり、出来上がり、すごいでしょ。でしょ、これは簡単じゃないですか、うん、そう、これはしょっちゅうやる、うん、主人がね、おこわが大好きなので、うんうん、いろんな栗入れたり、銀杏入れたりして、いろいろ、はい、二人っきりなんでちょうどいい量なんだよね、ちょうどいい量、ね、うん、で、電子レンジでこんなに簡単で美味しくなるのっていう感じ、食べてみてください。よく考えましたよね。まあ、いろんな試行錯誤でここにたどり着いたんでしょうけどね。あ、そうですね、はい、そうですね、ね、あ、できました。早いね、早いでしょ。早いですか。はい、大丈夫ですよ。はい、暑いですよ。暑いですから、こっちから開けないようにしてくださいね。蒸気がバーって出ちゃうので。反対です。はい、反対から開けます。ね、うわ、で、いい香りする。で、混ぜます。1回、うわー、美味しそうだね。まだちょっとこの熱いところに、うん、熱いところに油揚げと、油揚げと人参とタケノコ入れて混ぜます、うんうん、やっぱ人参入れるとね、色が、うん、ちょっと可愛くなるでしょ、うん、人参もうちょっとちっちゃく切ってればよかったかな。いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんかね、うん、なんかお祝いみたいでいいかなと思ったの、うんうん、3月なので気になる方は小さくしてくださいね。もう一回ラップをして、はい、同じラップでもいいんだけど、はい、これでふわっとかけますね。ふわっとかけました。600ワットでさらに5分です。モテる、私モテる、はい、はい、ここでさらに5分、はい、いいでしょうか。600ワット5分です。5分いきました。これで出来上がり。いやー、ちょっと驚きでしょ。驚き、
これはいいでしょ、覚えておくと、うん、簡単なんですよ本当に。だから両方ですよね、この今の忙しい時代に、うん、あのガスと電子レンジを上手に使い分けるといいんじゃないですかね、うん、大量にやるときは、うん、やっぱりお鍋の方が美味しいと思うけど、うんうん、ちょっとのものを上手に作るっていうのはいいと思うね。はい、もうすぐです。お、はい、できました。いいはい、じゃあお願いします。いはい、はい、では開けてみますか。開けてみましょうか。こっちからよ。こっちからですね、うん、気をつけてね、熱いから。おい、ふう、お、ここで混ぜます。混ぜます。はい、ほら、できたでしょ。うわ、でここでちょっとあの芯があるとこもあるので、うん、ちょっと5分ほど蒸らしますね。蒸らす、はい、蒸らします。もう、またちょっと、はい、これで蒸らします。はい、ここ大事ですね。じゃあ大事です、ここまた混ぜて、はい、もう一回蒸らす。はい、そうです、2回かけて最後蒸らす。蒸らす、はい、そこで終わりです。ここで5分ほど置きます。お、はい、5分ほど、はい、はい、そしたら出来上がり。続いてはまるでステーキのようなマグロの照り焼き。甘辛いタレにつけて焼くだけなので誰にでも簡単にできますよ。さあ、はい、続いては、次はですね、うん、あのこのマグロの、マグロあの照り焼き、マグロの照り焼きしますか。照り焼き、照り焼きはチキンでありますからね。ああ、そうか、教えていただいた。ああ、甘いやつね、ええ、で今日は4分の1カップのお酒、うん、4分の1カップのみりん、みりん大さじ4のお醤油。4で揃えましたね。4で揃えてみました。これ簡単だ。はい、はい、でこれでタレを作ります、うん、ほうほう、このつけるタレ、つけるタレ、はい、でこのタレがですね、うん、なかなか多分美味しいと思うので、うん、お家でやってみてください。ほう、でちょっと水っぽくしたくないために、うんうん、お酒とみりんを3分間だけ煮詰めます、うん、醤油は入れないですね、まだ。はい、入れない、そうすると濃くなっちゃうので。水っぽくしないために3分間、はい、お酒とみりんを少しこう煮詰める。おー、ここにこう入れちゃうと、うんうん、ちょっと水っぽく感じちゃうんですよね、タレだから。ほー、でここからもお水が出るので、あ、マグロからも、はい、結構出ちゃうので、うん、あのここでちょっと煮詰めて3分間だけです。3分間、はい、で沸騰したら少し弱めます。ある意味だから水分飛ばして。そうです、そうです、そうです、そうです。でお砂糖は使いません。使わないですね、今回はね。あえてお砂糖はやめてます、うん、みりんで、みりんでも、はい、さっぱりで。これは普通柵で売ってますよ、お刺身の。ありますね、あれを使ってるだけです。はい、簡単にスーパーで買えます、はいはい、うん、はい、そしたらここにお醤油を入れます。火を止めて、はい、火を止めて醤油、そしたらもうこれがタレができました。でこれもそんなに熱くないので、うん、もうお醤油が4も入ってますから味見はできます。だけどお魚入れにはちょっと熱いので、うん、ちょっと冷ましましょう。そうか、冷まさないとダメだね。そう、冷ま、でもこの味をちょっと覚えていって、うん、お家で、あ、これに合いそうとか。お醤油じゃないけど、美味しい。お醤油ほどストレートじゃない。じゃないからね。ちょっとマイルドな感じ。そう。でそこに出汁が入ると優しい味になって、そうそう、なんかいろんなお醤油として使える。あ、本当だ。おひたしとか。うん。ちょっと豆腐のようにみょうが乗ってる、ね。そうそうそう、そうな、そうな。とかね。はい、そうです、そう。納豆とか。納豆とかね。そう、納豆とか美味しいです、ね。なるほど。そう、便利。これは便利。いいでしょ。これは知っとくと。これを作っとくと。これは保管というか、はい、保存できるんですか。はい、できます。瓶詰めにして、はい、はい、置いとくとお醤油のように使っていただければいいです。ではいよいよタレにつけましょう。ではこのマグロをここに入れていただいてよろしいでしょうか。はい、こういう感じですか。はい、すいませんです。でちょっと狭いかなと思うんですけど、うん、つけてると、うん、あのマグロからも水分、お醤油味なのでマグロからも水分出て、あのちょっと緩くなっちゃいます。あ、はい、ちっちゃくなる。はいはい、はい、いかがでしょう。そしたらあのすだちを薄めの輪切りでよろしくお願いします。薄めの輪切りで、はい、こういう感じで、
まあ、柚子の時は柚子だし、すだち、かぼす、まあ、これねお好みで食べる時にかけてもいいです。私がちょっと好きなだけなんですけど、うん、随分薄く切れるちょっと頑張りすぎました。大丈夫で切らないでね、いつもねんかでこれでいいと思います。そしたらこれタレ入れますね。あ、いいですいいです。ちょっと香りをつけてさっぱりしたいだけなので。そこに入れちゃいます。このタレを流し込む。はい、入れちゃいます。うん。タレにつけるんだ。はい、つけて半日以上。半日以上。はい。半日はつけておいてください。でここにこれを入れて香りをつけましょう。どんな感じで。まあ、さっぱりしたちょっと風味が、はい、風味が出ていいかなと思うし、もしすだちがあんまり得意じゃない方。まあ、もうなくて全然 OK なので、うん、はい、可愛いじゃないですか。でしょ、ね、いいです。計算してやってますからね、はいはい、やってますからね、はい、でこれをちょっとかなり空気を抜いて、はい、ながら空気必ず抜いてくださいね、うんうん、でもうこれがもうこんなに小さくなっちゃいますから水分が出ちゃって、でこれで半日以上お願いします。これ冷蔵庫に、はい、入れておいてください。入れとく半日。例えば明日の朝の朝食にしたい方は、前の日につけて、夜にね、まあ、2、3日は大丈夫だと思います。濃くてもそこまで濃くないので、はい、例えばブリとか、うんね、マグロはもうもちろんなんですけどね、うんうん、ブリとか、うん、サーモン、サーモン、あと銀だらとか、うん、ああ銀だら、はい、でお肉ももちろんできるんですよ。お肉も、うんうん、豚肉とか牛肉とか、この同じタレで、うん、でこう焼けば網で、あ、網焼きするってこの後、うんうん、あ、今寝かした後、そう知らなかった、え、どうやって食べるの、言ってきまった、え、いいです、いいですよね、あ、お刺身みたいに食べようと思ったの、どういう風にやるのかな、焼くんですね、焼くの、はい、フライパンじゃないの、フライパンでもいいんですけど今日は網で焼きます、網で、はい、おすすめは網です、網があったり、はい、なるほど、これが半日漬けたものなんですけど、うんうん、これを結構ちっちゃくなるね、そうなのよ、うん、水が出てくるの で、うん、でこれをここにあげてください、はい、ちょっと水水分切ってから焼きましょう、あ、水分を切ってから、はい、で2つ2枚だけでいいです、1つずつ食べるので、はい、こんな感じで、はい、こっからでいいですか、はい、できました、はい、もう 2,3 日大丈夫なので、うん、はい、いいですね、はい、いいですよ、いいです、いいです、うん、ちょっと常備菜みたいにね、ちょっと、ね、ちょっと持ってると楽ですよね、はい、で今から焼くんですけれど、ここで、はい、焼くときはですね、この庫内が熱くなってないとダメなんですよ、お魚がくっついちゃうので、網の部分、そう、このこれが、そうです、これが熱くなる、ここね、はい、熱、あ、くっついちゃう、くっついちゃう、そう、くっついちゃうでしょ、あ、まずじゃあ温めなきゃいけない、そうなんです、網を熱くしないとまたくっついちゃう、だからくっついちゃう、そうなの、知ってました、温めとけば問題ないですよ、くっつかないよ、はい、そうです、こうですかね、あ、熱そう、ね、うん、お、では焼きましょう、これで何分ぐらいですか、うちのグリルだったら約5、6分なんですけど、うん、上火と下火のないのもあるんですね、片っぽのものもあって、うん、でこれが持ってない方は網で焼くので、まあね、やっぱり焦げないように見て、確認しながら、時間というよりは、はい、もう目で確認してやってください、はいはい、でその間に大根おろしをすっておいて、たっぷりの大根おろしで食べましょう、まあ、美味しそう、私お魚見てますから、そうですね、確認しながら、はい、マグロの場合だと表面が焼けるから、そう、焼き色がつく、焼き色がつくじゃないですか、はい、少し焦げ目がついた方が美味しい、あ、いいですか、かなり焦げてもいい、うん、確かに美味しいですよね、はい、美味しいと思います、そろそろいいと思います、じゃあ、どんな感じ、ほら、おお、美味しそうでしょ、もういいですね、これは美味しそうだね、多分こっちよりこっちの方が油っぽい、ね、油が多いですね、はい、うわ、美味しそう、美味しそうでしょ、たっぷりの出来上がり、はい、うわ、この香りがたまんないね、
マグロの照り焼きに五目おこわ。春のお祝いにぴったりの手軽にできるごちそう2品出来上がりました。では行きましょう。早速いただきます。いただきます。お酢味でしょ。美味しい、うん、上品な味ですね。あ、本当？うわ、なんかこの出汁もなんか出汁が効いてますよ ね、 ね。で、それほどホタテの香りが強いわけではないよね。ない、うん、でもちょっと出汁が効いてる感じですね。驚くない、うん、電子レンジでしょこれ。そう、家でね、ちょっと料亭の味を電子レンジでっていう感じじゃないですか。うん、すごい贅沢なほのかな香りがね、うん、いいですよね。タケノコもいいですね。美味しいな。うん、これは進みますよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。うん、そんななんか気になるんですけど、はい、ぜひたっぷりの大根おろしで。あ、大根おろしでね、はい、たっぷり上に乗っけちゃっていいか。はい、いいですよ。お、大根おろしいいですね。はい、はい、いただきます。はい、ではこれも早かったしね。早かったでしょ。うん、すぐできた。まあ寝かせるっていうあれがありますけど、はい、いただきます。はい、どうぞ。うん、おいしい。素晴らしい、素晴らしい。まあ、おいしいですね。まあ、ただちゃんと味が染みついてて、うん、うん、全くしつこくなくね、うん、優しい味になるんだね、うん、うわぁ、ペロッと食べちゃいますよね。これはいっちゃいますね。ぜひちょっとね、はい、トライしてほしいです。はい、もう簡単だった、はいはい、ぜひ作ってみてください、ね、ぜひ。それでは今日のおさらいです。まずはレンジ五目おこわのポイントから。缶詰のホタテは貝柱をほぐし、缶汁は捨てずに出汁と合わせます。旨味の元になりますからね。耐熱ボウルにもち米、きのこ、ホタテ貝柱を入れたら調味した出汁を回しかけます。一度目のレンジは8分から9分間。ここできのことホタテの旨味を出し、もち米に吸わせます。熱いうちに人参、たけのこ、油揚げを加えて混ぜ合わせたら、2回目のレンジは4分から5分間。取り出したら5分間蒸らして出来上がりです。うまみたっぷり、お米もちもちの五目おこわ、レンジだけで作ったとは思えない本格派の味ですよ。続いてはマグロの照り焼きのポイントです。タレの材料は覚えやすく、酒とみりんがカップ1/4、醤油は大さじ4。最初に酒とみりんをしっかり煮詰めておくと、マグロをつけても水っぽくなりません。マグロは柵のまま半日以上タレにつけておけば OK。 あとは魚焼きグリルで焼くだけです。焦げやすいので様子を見ながら火加減を調整してくださいね。大根おろしたっぷりがはるみさんのおすすめ。ぜひお試しください。